日曜朝10時55分から。こんにちは。今週もハミヤミ ST48 スタートしました。 ST48 岡山県出身の沖優香です。そして ST48 広島県出身海子川です。はい、瀬戸マイクメンバー2人でお届けしている3週目です。先週ラジオ DJ とはというテーマで FM 岡山 DJ 牛島俊明さんに教えてもらったことをここで活かしたいと思います。海子川さんのフリートーク、どうぞ。ぐはい、先週はそこで聞いてるあなた、一人で聞いてるあなたのために私は喋るぞ。よう、ごきげんよう、土曜だよう。そっちの DJ。 幅広い DJ になります。終わりました。もういい、もういい。タイトルコールいきましょう。萩原工業プレゼンツ、はみ出せはみ出せ STU48。 この番組は萩原工業の提供でお送りします。はい、先ほどココアさんのねフリートークがありましたけど、はい、あえて点数を申し上げるなら100点中20点。かわー、悲しい。これからこれからこれからね。はい、 FM 岡山第2スタジオでおしゃべりしている萩原工業プレゼンツ、はみ出せはみ出せ ST48。 最近はみ出してばかりいたこの番組、今週は私沖優香とゲスト海ココアさんで編み出すテーマに挑戦します。特別企画、萩原工業様、こんなシートを作ってください。次世代シートプレゼン対決。イエイ。はい、こちらの企画はですね、ST48 の滝野由美子さんと私沖優香が CM に出演している萩原工業さんはブルーシートの国内トップ企業で、今や海外12カ国に拠点を置いてグローバルに事業を展開しています。すごい。その萩原工業さんの次世代シートを私たちが考えてプレゼンします。ゲストお二人に来ていただきました。萩原工業株式会社国際部、山本雄志さん、生活資材事業部、田中真由さんです。こんにちは、ようこそ。ようこそ。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。山本さんが入社2年目、田中さんは入社1年目ということで、お二人の普段のお仕事の内容を教えてください。はい、私はシート類をはじめとする合成樹脂製品を全世界に向けて輸出販売している海外営業の担当です。英語とかも喋れる感じですか？そうですね、普段の業務は英語で、のメールのやり取りになります。ちょっと英語ココアさん。はい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 。ベルファイ。うわー、でもそれはね、海外行ってもこうコミュニケーション取れるような気がします。ボディーランゲージ豊富だから。お母さん多分行けますよ。はい、はい、じゃあ田中さんは。私は現在は営業業務として製品の受発注処理を行っています、うん、で先月までは品質向上課で製品の品質検査や分析を担当してました、うん、沖さんが CM で演じてくれてる。うん、ああ、じゃあ私の後輩だ。なんでや。私だって2年前ぐらいからもうこの会社勤めてる。いや、なんでや。そろそろ先輩面できるようになってました。やめて。萩原工業さんが作ってるシートはブルーシートだけじゃないんですよね。そうなんです。私が答えるんですけど。そうなんです。そうなんですよ。まあ、最近番組でプレゼントした模様入りで緑色とか桜色とかもあるなごみシートとかね、田中さん。そうですね、色や柄といった見た目もそうですが、機能面でも様々なシートがあります。例えば燃えにくい素材の防炎シート、工事現場の音を遮る防音シート、地面の草を生えにくくする防ぐ草と書いて防草シートなどなど、シートだけでも400種類以上のラインナップがあるんです。私たちが今から考えるんですよ、それ。そうなんですよ、まあ、400種類にもあるんですけど、うん、それに属さない新しいシートがあるとか、だから何かしら絶対被るんですよ。被るよ。だから本当に被らないように。これ絶対ハードル高いですよね、考えるのって。そうですね、まあ、次世代シート考えるのは私たちの仕事でもあるんですが、うん、確かに普通のいわゆるブルーシートから考えると結構難しいと思います。特徴のある製品をご紹介すると、例えば分厚い板のようなシートがあって、はい、こちら写真があるんですが、オーストラリアでタンクに
なります。え、なんか桶みたいな、え、これもブルーシートなんですか？これもシートの一種類、はい、シート無限大じゃん。そうなんです。で、このタンクに雨水を貯めて農業用水として使われます。で、もう一つこちらのキラキラ光るシートはスノーテックスという製品なんですが、特殊な糸が使われていて光をこう乱反射させることができるんですね。果物の木、果樹の下にこのシートを敷くと果物の下の部分も綺麗に色がつくのですごく美味しそうに見える。そうですね、太陽が下の部分にも反射して当たるように、まあ、そういったイメージで、まあ、もしかしたら一定のこう需要しかないかもしれないけども、うんうん、一部のユーザーさんからは喜ばれるような、うんうん、機能を持ったシート、まあ、そういったちょっと普通のブルーシートからは少し視点を変えていただいて、うん、お二人の自由な発想で考えていただけると嬉しいです。なるほど。機能面を生かした実現可能な編み出せ部門と、ぶっ飛んでるかもしれないけど今までの概念を覆すはみ出せ部門の2案をお願いしたいです。任せてください。はみ出せと編み出せ待って考えさせて、両方考えなきゃいけないのか。そう、どっちしか考えなきゃいけない。2人で2つやって4つぐらい。そう、4つサンプル帳があるので、うん、いろいろ見ていただきながら。私はなんか英語で書かれてるなんで英語で、すみません、ちょっと日本語持ってくればよかった。資料が英語です。グローバルグローバルなブルーシートってなんか全然質感も全部違いますよね。そうですね、いろんな種類があります、うん、何がいいだろう。なんかお洋服とか考えようかなと思ったけど、ありそうですよね。確かに。どうなんですか？お洋服は今はまだないですね。決めた決めたねえ決めた決めた。はい、では私とカイココアさんが考えた次世代シートを萩原工業の山本さん、田中さんにプレゼンしたいと思います。採点をしてもらって点数の高い方が勝ち。勝った方には、はい、和みシート桜色をプレゼントさせていただきたいと思います。ちゃんと商品がある。ちゃんとありますよ。だからもう本当にガチでプレゼンしていきましょう。じゃあココアさんから。はい、どうぞ。じゃあ私が考えた編み出せはこちらです。じゃん。寒さを防ぐために濡れたらあったかくなるシート。おー、どうでしょうか。あったかくなる、あったりするんですかね。実はですね、シートにあのアルミフィルムを貼り合わせたものがありまして、ちょっと保温効果が残念ながら薄い。濡れたら、あ、濡れたらですね。濡れたら確かにそれはないかもしれないですね。お、いいじゃないですか、ね、あのカイロみたいにもうシートを持ち歩く時代になる、これから、はい、シート自体があったかくなるってことですね。あ、それはないですね。いいじゃないですか。ちゃんとあのあれですよ、私が考案したって言ってくださいちゃんと取るんですね。ちゃんと私は私が提案したって言ってください。じゃあ、はい、次はみ出せ、はい、はこちらです。地球温暖化を防ぐために地球を包み込んでオゾン層を守るシートすごい、すごいじゃん。すごいね。これははみ出せじゃないですか。はみ出せ、ね、でもこれしたらもう素晴らしい、ね、ノーベル賞ものですよね。確かに表彰されますね、うん、いいじゃん。いいと思います。なかなか、はい、考えました。じゃあ私からはみ出せから ST48 の5枚目衣装全面ブルーシートって感じで、頭の髪飾りはカチューシャなんですけど、これは果樹園で使った、はい、スノーテックス、スノーテックスで、はい、あの顔をキラキラさせる、させて乱反射で、乱反射で、いろんな素材を組み合わせて、防風、あと保温性のある、もういろんないいところを詰めてお洋服を。いいですね、いろんな機能があって、うん、はい、じゃあ次ははみ出せはお土産女子受けブルーシートスイーツ食べれるブルーシート、すごいです。いい、絶対どっかの何かの素材一つぐらいは食べれる素材があると思うんですよ。確かに。でそれを可愛くして、食べれるブルーシート、お土産に岡山のね駅とかに置けば。買いますか？買いますぜひ。いいかもしれない、新しいですよ。じゃあこれがもし開発されたら、カイココアと沖優香で、いや沖優香が CM 出演で CM 出演でもういろいろと。そうですね、はい、山本さん、田中さんに採点してもらったので、採点結果を発表していただきましょう。じゃあ田中さんから。
お願いします。採点が難航しているようです。あ、結構ちょっと難しいですね。すごくいいアイディアだったので。私の案覚えてますか？覚えてます。逆におぞうそうと濡れたら届くの。すごい真剣に採点していただいてる。いや、すごいですね、本当に。私なんかあの SE さんの夢力っていう曲で、あの座ってたら夢力が出るシートとか、なんかそういうそういう件なのか思いつかなかったんですよ。ちょっと面白いこと言わないでくださいよ。ちょっとそういうのやればよかった、ね、じゃあお二人できたみたいですね、はい、じゃあ田中さんからお願いします。カイココアさん41点、沖優香さん39点。やったー、勝った。地球温暖化規模がでかくてあったらいいなって思ったのと、シートがあったかってなる、はい、まあ、萩原工業でも作っているシートを応用して寒さを防げるシートだったので編み出し度高くて、なるほど、からできました。やったー、おめでとうございます。ちょっと負けちゃいました、ね、じゃあ山本さん。はい、カイココアさん42点、はい、沖優香さん41点。いやー、負けた2勝。カイさんの地球を丸ごと包み込むシートっていうのが、これがはみ出し度がすごいなと思って。あ、確かに。ただお二人ともすごくいい案だったので、ちょっと1点差ですごい僅差の勝負でした。嬉しい。じゃあ今事務局さんが採点結果を集計していると思うんですけど、じゃあ沖さんが合計80点、カイココアさんが83点。おお、勝者はカイココアさんです。イエーイ、やった、ありがとうございます。どうぞ使ってください。ありがとうございます。使いますね。なかなかピンクのねブルーシートも見ないですもんね。そうですね、この柄が入ってるのはすごく珍しいですね。織、うん、物のパターンがそのまま柄になっているので、限定なので大切に使ってください。はい、以上、今週は萩原工業様、こんなシートを作ってください、次世代シートプレゼン対決でした。イエーイ。萩原工業株式会社国際部山本雄志さん、そして生活資材事業部田中真由さん、ありがとうございました。ありがとうございました。船はカイココアさんと一緒にお届けしてきたハミヤミ ST48 エンディングです。最後の3週目はプレゼン対決でしたが、どうですか、振り返ってみて。ハミヤミめっちゃ勉強になることが多いですよね。すごいいろんな勉強多いね、うん、ブルーシートもね、家に持って帰って花見でもしてください。得るものが多いです。私はなんかちょっとなくしつつ得たりでしたが、ね、DJ の心得とかね。うん、本当にね、これからに糧になりますよね。はい、今週の放送内容はオンエア後に画像と一緒に番組ブログで公開します。 FM 和歌山第2スタジオでの収録の模様もぜひチェックしてみてください。そして4月からラジコでも聴けるようになったハミヤミ ST48、放送をもう一度聞きたい方はタイムフリー機能で聞くことができますので、ラジコプレミアムに入ると岡山県以外の方も番組を聞くことができます。最初の1ヶ月は無料なので体験してみてください。萩原工業プレゼンツ、はみ出せ編み出せ STU48、 STU48 の沖優香と甲斐ココアでした。バイバイ。この番組